入れてきれってマルシェ、あそっか、マルシェもある、あマルシェも来今週、明日明後日じゃない、うん、明後日か、明後日だ、明後日だ、トマフェクターと一緒で、え、マルシェもあれないの、ない、マルシェはない、いつもないよ、後から来るよ、後日だ、明日でしょ、明後日、明後日よ、明後日だから、メールとかでバンバン連絡してるみたいよ、ノーマルシェ、ノモノって前は現代美術館、そうそう前はトマトだったけど、現代美術館のあの芝生の上で、そうそうそう、あの小林洋子さんとか、うんうん、テレサラコさんとか、松尾さんで、松尾さんとか、うん、頑張り組が、そう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 、あのこじゃれたお店を開くという感じですね、うんうん、同じマルシェでもケツラリッチマルシェとはまあちょっと趣が違うんですけども、このおしゃれ系のマルシェの今年2回目ですね、うん、そうですね、うん、これが、ね、日曜日やりますよ、うん、すごくね、いい雰囲気ですので、ですね、皆さん出てきてください。で、今回はね、特徴が2つあってね、トークとね、うん、トークショーとね、うん、あとね、ライブがあるって、あ、トークはどなたでしょうね、うん、私に聞くのか、誰だろうね、あったんだけどね、うん、今はiPhone 今使ってるから見れないんだけどさ、あのね、農家の後継ぎと、うん、ね、後継ぎとその嫁っていうのがテーマだったよね。へ、うん、農房と農用も、いやいや、だ名前はちょっと記憶ないけども、そういうふうに、私の農、食べる方ばっかりじゃなくて、その作る方にスポット当てて、頑張ってる若者をクローズアップするっていう趣旨かなと思ってた、うんうん、結構注目していいかなと思いますね。うんうん、もう後継者不足で、もうそれは間違いないんだけども、その一方で、次の世代でね、うん、やってる人もいるっていうことでね、うん、そこにこう注目して、それを頑張れって盛り立てるっていうのは、ありかなと思います ね、うん、ね。やっぱ生産者も、あの消費者の支援っていうか、ね、反応があってね、初めてね、やる気が起きますから、うん。私にもそうですよね、読者からの反応があって、うん、よかったわよとか、ね、面白いわよねって、うん、いいねとか言えばもうやる気出るしね、うん、あそこちょっとおかしいんじゃないのって言ったら、なるしね。うん、この間、つい4日前にある税理士先生から支援したりして、ね、うん、やだぞ、やだぞって言って、はい、やだぞって、昼から酔っ払ったみたいな、うん、そうです、2つの文句があって言うんだよね、うん、何ですか、2つのって、なんであの広告がないんだ、なくなってんだと、うん、ちゃんと広告取らなきゃダメじゃないか、うん、経営できないだろうって言われて、心配して、全然違うんだって、あれ、広告がなくてやってんじゃなくて、うん、皆さんに読んでもらえて記事が溢れてきてね、うん、で記事を捨てるよりはと思って、うんうん、広告主に頭を下げて、うん、今回こういうわけで広告を載せるのを見送りたいと、うん、ね、広告料をちゃんと削るから、うん、申し訳ないけども記事に紙面を使わせてくださいっていうふうにして、うん、でいいよ、そうやったらいいことだどうぞ、うん、そんな一回とら乗らなくてもいいからっていうんで、うん、で了解もらって記事を送ってんですよって、だからたくさん書け読めたでしょって言ったら、うん、そうか、そういうのは分かるけど、俺また広告収入が減ってるんですよ、うん、ちょっと先生広告出してくださいって言ったんだけど、うん、まあ、そういうふうになって、で先生もう一つ何ですかって、もう一つ文句だって何だと思う、うん、これはね、新聞に対しての文句じゃない、うん、社会に対しての文句だ、うん、あのフラワーカフェって何だって、あっこのものってあれはって、やたらさっきのあの県南新聞の渡辺元町長さんところじゃなくて、うん、もう俺ボロクソにね、どれけしからんだろうって、うん、もう、うちの新聞読んでよく分かったって、うん、それ自体評価してくれたんで、ね、こういうやっぱり読者の声ってな、うん、やっぱり読んで分かる文と読んでも分かんない文と、うん、読んでない人への拡張というか、拡張というかね、うん、それもやっぱりね、読者の役目だと思いますので、皆さん協力してですね、広めて、こんなことがあったんだよということを広めてもらいたい、ね、もちろん読者として新しい読者を教えてくれるのもありがたい、増えるよね、最近ね、そうだね、どこどこに友達いるから、うん、もう来てあげてとかね、そうです言ったよとか言ってね、うん、非常にありがたいです ね、教えてくれたからといって特別特典はないんですけど、今度特典つけるか ね、うん、遅れて今紹介してくれた方に訪問して、うん、あられちゃんが握手してあげますとか、2時間おしゃべりの相手してあげますいいね、これはね、もう2人で行くからねそういえば坂本陽子さんとこしばらく行ってない、行ってないね、うん、出勤に行かないと、訪問に行かないと、出勤に行かないと
推薦していきましょう。これはちょっと3つ目とくるみたいな。出勤っていうのはチャンスだからね、うん、話聞きに行くチャンスだから、うん、行きましょう、うんうん、そういえば石橋議員との和弘議員からまだもらってないしね、うん、なんか払う払う、うん、もうあれはもうだいぶ前からの分で払っていいからね、うん、あった時でいいどうなって8月くらいからもらわないとね、あった時でいいってのもそこに1万円ポケットに入ってないとやっぱりほらっていうわけにいかないんだね、たまたま何回も会うけども、たまたま持ち合わせがない場合もあるよね、いいやね、まあ逃げる人じゃないから、うん、逃げなよ、前払い。で、そのさっきの高先生がね、予測国で、これ、全部もう、計算するのかって、先生ね、ちゃんとあの、予約購読してね、お金でちゃんと払ってくれれば、なんとかなりますから、そっか、なるといいけど。ということでしたので、月400円の有料購読者がいてさえくれれば、なんとか新聞は出せますので。みんな2時までいなくないの？誰が？避難訓練。ここで？あっち。うちのが何人かしか残らなくて、私も誘われたんだけど、今日これあるからって。残念でしたね。何人避難訓練って、車椅子でだから。新聞社来てるかな？来てるかな？呼ばないと呼ばないもんね。呼ぶもんね、足りなくね。社会性があることだからね、うん、安全に配慮してるってことでね、訓練して消防の予告とかね、なんか変わったネタはないかね、もう最後は最後まで5分くらいで終わるよ、このテレビは。あとは、そうだな、本当は特別なくて、あとはこの週末ですね、だよ、まあ、あとはあれだ、なんだ、行ってきたよ、現代美術館、まだ吉田まで行ってきた、うん、おろ、まさか10日の市民無料店に行ってきたわけじゃないだろう、ね、違う、その前にちゃんと500円払っておお、偉いね、行ったのね、日曜日だったかな、うん、行ったっけ、おお、ご家族を連れてね、うん、そしたらね、うん、写真撮ってもいいよって、へー、暮らしさえ足らなければ、へー、うん、誰も行ったの、いやいやいや、そこの館内のわざわざいいよって、いいよ、あなたを見て、うん、みんなで、うん、それはいいですよ、フラッシュは炊かなければ、うん、写真撮ってもいいですよって言って、パチパチ撮ってきました。そこで質問です、うん、はい。それは撮らせるのはいいんだけども、うん、なんでフラッシュはダメって言ったか分かる？なんかやっぱり作品だから、なんか。と多分答えるんですよ。ああ、違うの？作品にとか、うんうん、それは。紫外線を長い時間当てると作品が変質します、ね、うん、うんうん、ね、あるよね、それを1000発2000発上げて当ててね、うん、変質することはないんですよ、あ、そうなの、ないです、そうかそうか、だからあの作品が、作品が、それだったら、うん、他の人がフラッシュバチバチやると気になるから、うん、そういう理由だったら正解ですね、うん、ただその場合でもフラッシュの光が気になるってやったら、うん、だったらシャッター音の方も気になるでしょうね、ってことも、ね、だから案外ね、その理由っていうのはね、案外ね、一歩突っ込んでなぜって言った時にね、うん、なぜって言ったらその答えに対してそうかなと思って自分で考える、これ非常に重要なんですね、うん、そうするとね、深まりますね、うん、私はすごい単純だよ、すごく単純に、うん、あ、奈良さんっていう方はね、すごいあの写真撮ってもいいよっていう、うん、そういうあ人なんだなっていう、なんかこう好感度がありますね、うん、そっちでね、別に勝つことでもないし、そうそう、しかも青森県出身だし、なんかしかもね、それを ね、みんなに広めるわけでしょ、うん、うん、だから作家にとって何も失うものはないわけです、うん、それは例えば写真撮ったのを商業に使うとかね、コピーして何かで物を作る、うんうん、これはルール破りだけどもね、それはないわけだから、うん、ましてやスナップ撮ってね、それを商品化できるほどのあれじゃないわけだから、私はああいいな、記念になるしって、友達もね、そのまま写真撮っていいですよっていうその一言でも、うん、もしかしたら美術館の方針じゃないのかもわかんない、うん、そうだね、だって美術館の方針であるんだったら、まあ、最初からチラシとか POP とかで書くじゃない、写真撮影できます、そうそうそう、この会場はできますっていう、そういうのないですよ、ないですよ、ないってことは、うん、本質的にはそこではもうメッセージとして伝えなきゃいけない、うん、だから逆に、え、いいんですかって聞いちゃいましたもん、うん、いいんですか、いいですよって言うから、これっていい記念になるわ、うん、言われた人はいい記念になるけども、今度青森に行ってみようって気持ちになるよね、もっと見たいと思った、もっとトラブルじゃない、
で、東大でいいって言ったと思う。あれはあっちはあっちでね、いいから、うん、でもますますほら、好感度がいいから、好感度がね、うん、それとまたね、さらに他のも見たり。あなたさん自身はシャイな人ですからね。ね、そうか、あなた会ってないもんね。会ってない。来なかったもんね。うん、会ってない、同い年なんで。あなたいつも、そっちに、なんか用事ができる。そうだよ、いつもなんかあるんだもん。いつもなんかあるんですか。すごい、すごい、もう、予定びっちりなんだ、私。あるんだ、いっぱい予定が。若いからね。うん、そうなのだ。あ、子供の行事がなくなった分は減ったけど、ね、学校関係ね。赤点で呼ばれることもないし。ないや、そうだ。呼ばれることなかったな、今回も。ね、高校だったら呼ばれたかもしれない。高校生まで行きますよ。あの、三者面談で必ず。ありましたね。そうだよね。必ずそう言ってたら休み取ったりしていったもんだもん。参観日は必ず行くしてたし。よし、そういうことで、はい、かけや新聞16号、着々と、なんて枚数多いから、16号大変だね。もうだって50号。しかも2人だからね。2人じゃなきゃいけないからね。だからすごいですよ。もう、でもやっぱ慣れましたね、だんだんね。夢出てきませんが、この、シャッシャッシャッということで、今日はですね、終わるかと思う、11分ですね、最後に、この雰囲気をですね、まあ、ホワイトボード特別サービス、まあ、内緒ですけどね、違います。じゃーん、じゃんじゃんじゃん、ケイトライチ人民マルシェね、ザクザクフェスタ、じゃーん、ハロウィン、じゃーん、じゃーん、じゃーん、これなんだ、これ、おー、これね、これが例のあの経理館の前にある木馬ね、中野あたり俊彦会長様が作った木馬ですね、結構評判いいですね。それからこれが例の沖田さんね、モスボーイのね、元プロレスラーのね、でこの沖田さんが作った苔玉ね、それからこれが吉友さんの、なんだこの、こういう丸いね、あの作品があったのよ、中にこう、すごいなんかお皿の大きいやつ。で、この現代美術館の、なんだっけ、コーディネーターで、サーキュレーターじゃないや、あ、コンシェルジュ。コンシェルジュさんの成美さんが、この次に出てくれるのね。そういうことですね。行事いっぱいの十和田市。イベントいっぱいの十和田市。で、今日の6時のアップルワイドに、ケトライチの案内が出るということですので、以上、駆け足テレビでございました。じゃーん。